200カロリー消費しました。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、こういったメニューを一緒にやっていきましょう。今回もジャンピングジャックが入ってるんですけども、今回マンションでもできるように、こういうジャンピングジャックをこういう動きで静かに行っていきます。あまりどんどんしないようにですね、ジャンピングジャックを今のように改善して、今回はこういったエクササイズを2周やることで200カロリー消費できます。メニューの回数的にはですね、多少上下があります。10回ぐらい少ないやつもあれば、10回ぐらい多いやつもあります。でも基本的に100カロリー消費って言ったら、こういうスタンダードのメニューになりますから、これを今回2週やっていくことで200カロリーの消費という風になります。では一緒に頑張っていきましょう。いきます。まず40ジャンピングジャックいきましょう。1、結構肩がだるいですね、これね。20。ジャンピングジャックより楽ですね、やっぱり少しね。次、30クラッチ。息吐きながらいきます。スタート。20スクワットいきましょう。あんまり腰が反れないよ。10プッシュアップ。きつい方は膝をついていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK、 よっしゃ、2セット目いきましょう。いきます。
30クラッチ。いきます。スタート。あと少しですね。頑張っていきましょう。20スクワット。スタート。ラスト10プッシュアップ。よっしゃ、頑張っていきましょう。ラスト。スタート。お疲れ様でした。時間的には4分ぐらいですかね。まあ実際このエクササイズをしたことによって100カロリー消費してるかどうか、200カロリー消費してるかどうかっていうところは基本的に心拍数によるので、もちろんね、確実に100カロリー減ったよとは分からないんですけども、基本的なスタンダードのメニューの100カロリーバーンって書いてあるので100カロリー燃やすというエクササイズメニューになってます。いろんなねエクササイズありますけども、やっぱりこういったスタンダードのやつが一番やりやすいですし、なんだかんだね楽しく行えますよね。1分間やり続けるとか、45秒やり続けて、次の2分目はまた45秒やり続けてっていうのはやっぱりちょっと飽きちゃうので、もう時間にとらわれずにね、30回40回とかね、あえて今回みたいにこういう感じで決められてるとすごい楽ですよね。楽しくできます。やっぱりやったことによってどう結果が現れているのかっていうのは、こういったメニューをしたことによって1セットで100カロリー、2セットで200カロリー、5回やったら500カロリーっていうふうに、正式な数字ではないですけども、それぐらい消費できているという感じを分かってエクササイズを行いますから、ただね5分間一緒に動きましょうっていうのよりは、よっぽど結果をね明確にできていて行えれる楽しいエクササイズとは思います。この先もですね、こういう感じのメニューを載せていきます。もちろんペースもいろいろね、皆さんそれぞれありますから、回数をね追いつけない方、もっと早くできちゃう方多いと思いますけども、基本的に多くできているのは OK です。少なくってもですね、やりきることによって100カロリー消費していることが、もしかしたら70カロリーかもしれない。だけど消費をしてますから、とにかくね回数をこなしてやっていく。もちろん時間でやっていくっていうのもありなんですけども、腹筋とかそういった方がありなんですけども、やっぱりねやったことによってどうなるかっていう果てしない明確なものがないと、例えば毎日30分のエクササイズメニューを1ヶ月やったら 1,2 キロ痩せましたみたいなものがあると思いますけども、やはりそれはね少し長い目で見ないといけないので、今回みたいにねとりあえず毎日100カロリーは消費できる、これをやっとけば必ずね2ヶ月やれば1キロ脂肪が減ってますから、1セット、1セットならですね、
この2セット3セットやっていけばですね、仮にもし3セットこれを毎日やれば1ヶ月で1キロぐらい脂肪が減るわけですから、そこがね確実に明確にできているってところが楽しいところです。ただ10分間一緒に動きましょうっていうのじゃ、もちろん10分頑張ったっていう楽しさはありますけども、じゃあ10分してどうなったの、カロリーどれだけ減ってどこがどう変わっていくのっていうのが明確じゃありませんから、今回みたいな100カロリー200カロリーを消費しましたということによって今日も頑張ったぞっていう感じでね、お酒飲むのもありですし、我慢して痩せるのもあり、200カロリー頑張ったことによってチョコレート200カロリー分食べる、それもあり、そういう感じでね楽しんでいきましょう。ということで今回は200カロリー消費するタートルブートキャンプでした。今回もマッスルゲッツお疲れ様でした。これからも短い時間少ない回数で効くエクササイズを載せていきますので、よかったらグッドボタン、シェア、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。ゲッツ。